それでは、一級土木施工管理技士二次検定平成20年から令和4年までの施工計画の立案、作成、騒音振動対策などに関する問題の聞き流し解説を行います。はじめに、令和4年問題11、建設工事において、排出事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び建設廃棄物処理指針に基づき、建設廃棄物を現場内で保管する場合、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするための具体的措置を5つ回答欄に記述しなさい。ただし、特別管理産業廃棄物は対象としない。周囲に囲いを設け、見やすい箇所に要件を備えた掲示板を設けること。保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように、塀の設置や浸水防止シート、周期漏洩の抑制シートで覆うなどの措置を講ずる。屋外において、容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにする。保管の場所には、ネズミが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないように、適切な分別や整理、必要に応じて薬剤を使用する。可燃物の保管には、消火設備を設けるなど火災時の対策を講ずる。作業員などの関係者に保管方法などを周知徹底する。ハイドロ水など液状、または流動性を呈するものは、貯留槽で保管する。また、必要に応じ、流出事故を防止するための堤防などを設ける。瓦礫類は崩壊、流出などを防止するため、囲いの設置やシートで覆うなど、必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ散水を行うなど粉塵防止措置を講ずる。続いて、令和3年、問題7、建設工事にかかる資材の再資源化などに関する法律、建設リサイクル法により再資源化を促進する、特定建設資材に関する次の文章の資格の意から、法に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさい。1. コンクリート塊については、破砕、選別、混合物の非閉、除去、炉、流度調整などを行うことにより再生クラッシャー欄、再生コンクリート砂などとして、道路、港湾、空港、駐車場、及び建築物などの市内の舗装の路盤材、建築物などの埋戻し材、または基礎材、コンクリート溶骨材などに利用する。ことを促進する。2. 建設発生木材については、チップ化し、葉、木質ボード、堆肥などの原材料として利用することを促進する。これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度などの観点から適切でない場合には、2. 燃料として利用することを促進する。3. アスファルトコンクリート塊については、破砕、選別、混合物の除去、流度調整などを行うことにより、再生加熱アスファルト、保、安定処理混合物、及び表層基礎用再生加熱アスファルト混合物として、オロなどの舗装の上層路盤材、基礎用材料、または表層用材料に利用することを促進する。続いて、令和元年、問題6、特定建設資材廃棄物の再資源化などの促進のための具体的な方策などに関する次の文章の資格の意から補に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさい。1. コンクリート塊については、破砕、非、選別、混合物除去、流度調整などを行うことにより、再生、炉、クラッシャー欄、再生コンクリート砂などとして、道路、港湾、空港、駐車場、及び建築物などの市内の舗装の和、路盤材、建築物などの埋め戻し材または基礎材、コンクリート溶骨材などに利用することを促進する。2. 建設発生材については、チップ化し、木質ボード、堆肥などの原材料として利用することを促進する。これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度などの観点から適切でない場合には、燃料として利用することを促進する。3. アスファルトコンクリート塊については、破砕、選別混合物除去、
流度調整などを行うことにより、補、再生加熱アスファルト安定処理混合物、及び表層基層用再生加熱アスファルト混合物として、道路な、の舗装の上層路板材、基層用材料、または表層用材料に利用することを促進する。続いて、平成30年、問題6、建設副産物適正処理推進要項に定められている関係者の責務と役割などに関する、次の文章の資格の意から、補に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさい。1、発注者は、建設工事の発注にあたっては、建設副産物対策の非違、条件を明示するとともに、分別解体など、及び建設廃棄物の再資源化などに必要な、よ、経費を計上しなければならない。2、元請け業者は、分別解体などを適正に実施するとともに、は、排出事業者として建設廃棄物の再資源化など、及び処理を適正に実施するよう努めなければならない。3、元請け業者は、工事請負契約に基づき、建設副産物の発生の、2、抑制、再資源化などの促進、及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう適切な施工計画を作成しなければならない。4、補、下請負人は、建設副産物対策に自ら積極的に取り組むよう努めるとともに、元請け業者の指示及び指導などに従わなければならない。続いて、平成29年、問題11、建設廃棄物の再生利用などによる適正処理のために、分別、保管を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めにより、排出事業者が作業所、現場内において、実施すべき具体的な、他、策について、5つ回答欄に記述しなさい。参考回答。排出事業者は、あらかじめ分別計画を作成するとともに、下請負人や処理業者に対、し分別方法の徹底を図る。処理施設の受け入れ条件を十分検討し、条件に応じた分別計画を立てる。廃棄物集積場や分別容器に廃棄物の種類を表示し、現場の作業員が間違わずに分別できるようにする。分別品目ごとに容器を設け、分別表示板を取り付ける。保管場所の周囲に囲いが設けられているかと、見やすい箇所に必要な事項、産業廃棄物の種類、管理者などを表示した掲示板が設けられていること、保管場所にはネズミが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすること。保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないように次の措置を講ずること。保管に伴い生じる汚水によって、公共水域、及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝などを設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。屋外において、容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。可燃物の保管には、消火設備を設けるなど火災時の対策を講じること。作業員など関係者に保管方法などを周知徹底すること。ハイドロ水など液状、または流動性を呈するものは、貯留層で保管する。また、必要に応じ、流出事故を防止するための堤防などを設けること。瓦礫類は崩壊、流出などの防止措置を講ずるとともに、必要に応じ散水を行うなど、粉塵防止措置を講じること。続いて、平成28年、問題6、建設工事に伴い発生する建設副産物の適正な処理に関し、建設副産物適正処理推進要項に定められている次の文章の資格のイカラホに当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさい。1、元請け業者は分別解体などの計画に従い、残存物品の搬出の確認を行うとともに、2、特定建設資材にかかる分別解体などの適正な実施を確保するために、付着物の除去その他の措置を講じること。2、元請け業者及び、ろ、下請負人は、解体工事及び新築工事などにおいて、は、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画などに基づき、以下の事項に留意し、工事現場などにおいて、
分別を行わなければ、あらない。1、工事の施工にあたり、粉塵の飛散などにより周辺環境に影響を及ぼさないよう適切な措置を講じること。2、一般廃棄物は、産業廃棄物と分別すること。3、特定建設資材廃棄物は確実に分別すること。3、元請け業者は、建設廃棄物の現場内保管にあたっては、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう、廃棄物の処理、及び清掃に関する法律に規定する保管基準に従うとともに、分別した廃棄物の、2、雨類ごとに保管しなければならない。4、元請け業者は、建設廃棄物の排出にあたっては、保、産業廃棄物管理表、マニフェストを交付し、最終処分、再生を含むが完了したことを確認すること。続いて、平成27年、問題11、建設工事などから生ずる廃棄物の適正処理のために、廃棄物の処理、及び清掃に関する法律に従って建設廃棄物の下記の1、2の措置について、元請け業者が行うべき具体的事項をそれぞれ一つずつ、意図欄に記述しなさい。ただし、特別管理産業廃棄物は対象としない。参考回答。1、一時的な現場内保管。周囲に囲いを設け、見やすい箇所に要件を備えた掲示板を設けること。保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように、塀の設置や浸水防止シート、周期漏洩の抑制シートで覆うなどの措置を講ずる。屋外において、容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。保管の場所には、ネズミが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないように、適切な分別や整理、必要に応じて薬剤を使用する。2、収集運搬。一般廃棄物の収集または運搬は、当該一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにシートなどで囲い、覆いかぶせて運搬すること。一般廃棄物の収集または運搬に伴う悪臭、騒音、または振動によって、生活環境の保全上支障が生じないように周期漏洩シートの使用や不必要から不可視を行わないようにすること。車両のタイヤ、及び車体に廃棄物を付着させたまま運搬しないよう必要に、応じて洗車、清掃を行う。煮こぼれのないように積みの状況を確認し、運転中に飛散の恐れのないよう荷台をシートなどで覆う。廃棄物の収集運搬については、道路交通法を遵守し、過積載を行ってはならない。続いて、平成26年、問題6設問1、特定建設資材廃棄物の再資源化などの促進のための具体的な方策などに関する次の文章の四角に当てはまる適切な語句を回答欄に記入しなさい。1、コンクリート塊。コンクリート塊については、1、破砕、選別、混合物除去、流度調整などを行うことにより、再生、炉、クラッシャー欄、再生コンクリート砂などとして、道路、港湾、空港、駐車場、及び建築物などの敷地、愛の舗装の輪、路盤、建築物などの埋め戻し材、または基礎材、コンクリート溶骨材などに利用することを促進する。2、建設発生木材。建設発生木材については、分別した後、2、チップ化し、木質ボード、堆肥などの原材料として利用することを促進する。これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度などの観点から適切でない場合には、燃料として利用することを促進する。3、アスファルトコンクリート塊。アスファルトコンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、流度調整などを行うことにより、保、再生加熱アスファルト安定処理混合物、及び表層基礎用アスファルト混合物として、道路などの舗装の、溶層路盤材、基礎用材料、または表層用材料に利用することを促進する。続いて、平成25年、問題6設問1、建設副産物が発生する建設工事、以下、対象建設工事を実施するにあたり、
建設副産物適正処理推進要項に定められている、工事着手前に行うべき事項、工事現場の管理体制及び、工事完了後に行うべき事項に関する、次の文章の資格に当てはまる適切な語句を回答欄に記入しなさい。1、対象建設工事の元請け業者は、工事請負契約に基づき、建設副産物の発生の抑制、再資源化などの促進、及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう適切な施工計画を作成しなければならない。施工計画の作成にあたっては、再生資源利用計画、及び再生資源利用促進計画を作成するとともに、E、廃棄物処理計画の作成に努めなければならない。2、対象建設工事の施工者は、分別解体などの計画に従い、作業場所及び、炉、搬出経路の確保を行わなければならない。また、対象建設工事以外の工事の施工者も、作業場所及び搬出経路の確保に努めなければならない。3、建設業者及び解体工事業者は、その店舗、または営業所及び工事現場ごとに、建設業法施行規則、及び解体工事業者登録省令で定められた事項を記載した、は、標識を掲げなければならない。4、建設業者、及び解体工事業者は、その営業所ごとに、2、帳簿を備え、その営業に関する事項で建設業法施行規則、及び解体工事業者登録省令で定められたものを記載し、これを保存しなければならない。5、対象建設工事の元請け業者は、当該工事にかかる特定建設資材廃棄物の再資源化などが完了したときは、以下の事項を発注者へ書面で報告するとともに、再資源化などの実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。1、再資源化などが完了した年月日。2、再資源化などをした、ほ、施設の名称、及び所在地。3、再資源化などに要した費用。また、対象建設工事以外においても、元請け業者は、上記の1から3の事項を発注者へ書面で報告するとともに、再資源化などの実施状況に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。続いて、平成24年、問題6設問2、施工者が建設廃棄物を、廃棄物の処理、及び清掃に関する法律に基づき、一時的に現場内保管する場合、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするための具体的事項、措置を5つ回答欄に記述、いなさい。ただし、特別管理産業廃棄物は対象としない。周囲に囲いを設け、見やすい箇所に要件を備えた掲示板を設けること、保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように、塀の設置や浸水防止シート、臭気漏洩の抑制シートで覆うなどの措置を講ずる。屋外において、容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにする。保管の場所には、ネズミが生息し、及びか、ハエその他の害虫が発生しないように、適切な分別や整理、必要に応じて薬剤を使用する。可燃物の保管には、消火設備を設けるなど火災時の対策を講ずる。作業員などの関係者に保管方法などを周知徹底する。ハイドロ水など液状、または流動性を呈するものは、貯留槽で保管する。また、必要に応じ、流出事故を防止するための堤防などを設ける。瓦礫類は崩壊、流出などを防止するため、囲いの設置やシートで覆うなど、必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ散水を行うなど粉塵防止措置を講ずる。続いて、平成23年、問題6設問2、建設資材のうち、建設工事にかかる資材の再資源化などに関する法律、建設リサイクル法により特定建設資材として定められている4品目のうち2つを挙げ、その特定建設資材が再生資源化された場合の再生資源名、再生資材とその主な利用用途をそれぞれ一つ回答欄に記述しなさい。ただし、特定建設資材の再生資源名、
再生資材、及び主な利用用途については、各々異なるものを記述しなさい。特定建設資材、コンクリート、及び鉄からなる建設資材。再生資源名、再生資材、再生クラッシャーラン、再生コンクリート砂、再生流土調整砕石裏。主な利用用途、路盤材、埋め戻し材、基礎材、コンクリート用骨材、特定建設資材、木材、再生資源名、再生資材、木質ボード、堆肥。主な利用用途、住宅構造用建材、コンクリート型枠、特定建設資材、アスファルトコンクリート、再生資源名、再生資材、再生加熱アスファルト安定処理混合物、表層、基礎用再生加熱アスファルト混合物、再生骨材、主な利用用途、上層路盤材、基礎表層用材料、路盤材、埋め戻し材、基礎材。続いて、平成22年、問題6設問1、廃棄物の処理、及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物を適正に処理するため、産業廃棄物管理表、マニフェストの交付、送付などを行うにあたっての次の文章の資格に当てはまる適切な語句、または数値を哀悼欄に記入しなさい。1、マニフェストは、2、排出事業者が委託した産業廃棄物が、6、最終処分されるまで管理することが義務付けられている。2、マニフェストを交付した者は、当該事業者の業種、産業廃棄物の種類、排出量など、マニフェストに関する報告書を派、都道府県知事に提出することが義務付けられている。3、収集運搬業者が1社で、中間処理業者に委託する場合の一時マニフェストでは、中間処理業者は廃棄物の処分を終了した際には、C1 票を控えとして保管して、C2 票を収集運搬業者に、D 票を排出、事業者にそれぞれ、送付するものとする、二次マニフェストの場合には、2、最終処分業者は、廃棄物の処分を終了した際、C1 票を控えとして保管し、C2 票を収集運搬業者に、D 票と E 票を中間処理業者に送付することになっている。4、廃棄物の運搬受託者と処分受託者のマニフェストの保存期間は、5年間と規定されている。5、現在、委託処理の確認の手続きの効率化や負担の軽減などを図るため、産業廃棄物管理表、マニフェストの交付、送付などに変えて、電子情報処理組織を使用した登録、及び報告、電子マニフェストによる方法も導入されている。続いて、平成21年、問題6設問1、数は、建設工事に伴い発生する建設副産物に関し、資源の有効な利用の促進に関する法律、資源有効利用促進法上の再生資源と、廃棄物の処理、及び清掃に関する法律、廃棄物処理法上の廃棄物との関係を示したものである。建設現場で行った再資源化などの処理について、数を参考に、次の文章の資格に当てはまる適切な語句を回答欄に記入しなさい。建設工事に伴い発生する建設副産物には、1、建設発生土、6、コンクリート塊、アスファルトコンクリートの塊は、建設発生木材、建設汚泥、ガラスくず、および陶磁器くずなど、またはこれらのものが、入り混じった混合物などがある。これらのうち、そのまま原材料となる建設発生土は、自工事内で再使用したほか、近隣の工事現場で利用した。原材料として、2、利用の可能性がある、コンクリート塊、建設発生木材については、特に再資源化が求められているため、この現場で発生したコンクリート塊は、現場で破砕して構造物の裏込め材として、現場内で使用した。また、建設発生木材についても再生利用するため、再資源化施設へ搬出した。このように建設副産物の利用に努めた上で、原材料として、利用が不可能なものについては、廃棄物として処分した。続いて、平成20年、問題6設問2、建設工事にかかる資材の再資源化などに関する法律、
建設リサイクル法に基づき、建設資材廃棄物の分別解体など、及び再資源化などを適正に処理する場合、発注者、及び下請負い人へ、元請業者が実施しなければならない必要な手続きを2つ挙げ、その概要をそれぞれ、回答欄に簡潔に記述しなさい。元請業者が実施しなければならない必要な手続き、参考回答、1、発注者への説明、2、発注者への完了報告、3、下請負い人への告知、元請業者が実施しなければならない必要な手続きの概要、1、発注者への説明、2、発注者への完了報告、3、下請負い人への告知、以上で聞き流し解説を終了します。ご清聴ありがとうございました。